ね。まだまだ少ないので、旅行中の東南アジアのムスリムの人は正式な認定を受けていなくてもできるだけ注意して食事をとるということで留守する場合もあるようです。古くから日本に入ってきているキリスト教でも、例えばあちこちに教会はあるけれども足を踏み入れたことはないという人も多いと思います。イスラムも確かにですね、というかまだまだお付き合いは浅いです。今は各地に礼拝所、モスクが建てられていますけれども、最も古いものとしては関西では神戸モスクがありますし、それから関東では、代々木上原にですね、東京ジャーミーというのがありますけれども、いずれも見学ができますので、もし機会があればお尋ねになるのも良いと思います。イエスの教え、それからイスラムのこと、こういったことを知ることで私たちはちょっとした友達付き合いやご近所付き合いを広げていく、そういう感覚で、広がっていくチャンスになります。そんな風に考えてみると良いと思います。今日はイスラム、弱き人間の支えについてお話ししました。第1はムハンマドとイスラムの成立、第2は六神五行に見るイスラムの踊り。いつもですね、これ今日の一言なんですけれども、今日はちょっと趣向を変えてイスラムの礼拝の呼びかけを聞いていただこうと思います。というのもクラーンは翻訳で読むことはもちろんできるんですけれども、これは本当のクラーンではないと言われます。クラーンは読み上げるものであり、聞いて美しい詩になっていくんです。エマジンというクラーンを美しく読み上げる人たちがいまして、この人たちがモスクの塔の上から礼拝を知らせます。アッラーは偉大なり、アッラーの他に神なし、ムハンマドはアッラーの使徒であるという信仰告白の言葉から始まります。それを今日は聞いていただこうと思います。本日の担当は岡田道明でした。Thank you.